人間知識認定コーチの西村です。本日は賢いネットオークションの活用法というお話です。このお話ですね、こちらの本からです。お金持ちと結婚するための75日間プログラム、部屋を整理整頓するためには賢く物を処分こまめにしていくことが大事になります。その際に賢くネットオークションを活用してほしいんですね。なんでかっていうと、皆さんの時間って有限なんです。でもこまめに古着屋さんとか行ってる暇多分皆さんないでしょ。高く売るためにもちゃんとそのオークション活用してほしいんですよ。手軽にお家で出品できちゃいますのでっていうお話です。出品後のタイミングでベストなのはまず金曜日、それから大型連休、お盆、お正月の前、みんなが休みになる前にスタートし、休み最終日に終了すると一番高く売れる。で、終了時間は23時にすること。テレビなどのゴールデンタイムは外します。これは簡単だけれども大切なポイントで、ここを押さえていればだいたい高く売れますということでした。初めは 1円で出発してもいいでしょうと。ブランド品っていうのは特にちょっとへたれてても結構高く買ってくれる人がいるので、そういうのも臆さず出品しましょうと書いてありました。私結構はネットオークション活用してます。ちなみに私が大好きなのは、既存の写真とかがあればアマゾンの方で出品しちゃっています。友口博士もネットオークションすっごい活用してるんですね。博士ギター大好きだから、よくギター本体とかいろんな機材とかをオークションの方で、中古を欲しいからなんですけど、なんか結構活用してこまこまち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 まチェックされてるので、お仕事の合間合間とかにチェックしちゃうから、結構みんなから、あ、また博士ネットオークションチェックしてるとか思われちゃったりしてます。っていうぐらいコーチも活用しているネットオークションですので、皆さんもアカウント持ってなかったらぜひアカウントを作るところから始めてみてくださいね。